今日はこれでアレンジメニューします。これは全部100キロカロリー、ちょっと低カロリーなカレー、欧風カレーですかね。プラスこれと、これです、パエリアですね。パエリアで、これパエリアをね、炒めてね、なんかチャーハンみたいにしてオムライスにしようかなと思ってやってます。それでやってみます。できました。こんな感じですね。パエリアを使ったオムライス、オムレツの中にはチーズも入れてますけどね。あとこれは100キロカロリーの低カロリーの欧風カレーかな感じで、こんな感じで行ってみたいと思います。今日は金麦のラガーです。今日うまい。湿気がすごいんですよね、台風近いからね。だからうまいです。じゃあこの欧風カレー使った、オムライス、パエリアオムライスですね、行ってみます。じゃあこのパエリアオムライスのとこから行きますよ。カレーをつけず、これね、チーズが入ってるからね、伸びるんですよね。じゃあ行きます。うまいですね。そんなパエリアって味ないじゃないですか、パエリア自体は。うん、だからちょうどいいです。癖ない感じですね。じゃあ早速カレーと一緒に行きますね。このカレー結構あっさりですね。結構めちゃくちゃあっさりです。さらっとしてますね。なるほど、こういう感じなんですね。カロリーがないっていうのがね、味でわかります。薄いなるほどね、そういう感じね。今まで食べてるこのレトルトのカレーの中で一番薄いかもしれないです。ただあっさり好きの人には結構邪魔にならないでいいかもしれないですね。なんかアレンジメニューもいっぱいできそうな感じがします。で最後に行きます。おいしい。ゆっくり食べます。なんか台風近づいてるんですね。なんか埼玉は今日は雨だなっていうね話があるんですけどね。台風がね近づくと気圧がね、僕もうね体がね結構繊細なのでですね、気圧でね結構ね変わるんですよね。と、まあ、痛風持ちなんでね。今まあ薬飲んでるからいいんですけど、前はほんと薬飲む前はもう台風来ると秋口とかね、もう痛風がね発作が起こすんですよね。まあそれ以外にも体だるくなったりとかね、肩こりになったりとかね結構するんでね、ちょっと嫌ですねと思いながらね。もう一回なんか梅雨がね来るみたいな話もねあるんですよね。またお便り今日中心で、お便りじゃねえ、あの視聴者さんからのね LINE がねもう結構最近多いんでですね、嬉しい限りで、もともとくださいね。あのそれをできるだけ僕はいろいろ紹介していきたいなと思ってるんですけど、まずモネちゃんの件ですね。この方はねすごくモネちゃんの大好きな方からなんですけど、こんばんはと。千と千尋の神隠し生配信大千秋楽でしたが、なんか声だけが挨拶があるかもしれないと思いチケット購入最後まで迷ったんですか。購入してよかったですと。やはりモネちゃんの声が聞けましたってね、もう昨日の時点でもうこういうのが来てたんですよ、見た方。僕見えなかったんですよね、あのカンナちゃんのやつね。カンナちゃんも良かったですけど、私的にモネちゃん回が重みがあって好きでした。最後のカンナちゃんの挨拶も涙でした。モネちゃんは貫禄十分で聞いているだけでしたが涙が止まりませんでした。ライブまでは元気になってくださいますようお祈りいたします。まあライブってあの音楽の方のライブですかね。まあでも多分もう元気なんだと思うんですね。ただ感染だからね、あの行けないんだと思うんですね。人に会えないっていうことでしょうね。僕見れなかったって話をしたら、最後の舞台挨拶でジョン・ケアード氏が声が聞かれますので耳を澄ませてくださいと、上白石モネですと言われた瞬間会場は大歓声でした。参加できなかった皆さんを代表して手紙を声を詰まらせながら読んでくださいました。カンナちゃんを号泣してジョン氏に肩を抱かれてこちらももらい泣きしましたと。カンナちゃんもモネちゃんの支えのおかげさまでやってこれたと感謝していました。モネちゃんの演技は違う千尋を演じていたようでした。何ミリかの角度の違いで観客を引きつけ、
そんな演技をされる方なんですよね、と。女優さんですね、と。7月6日までは両者とも見逃し配信は見れますので、熱中症防止で外出控えようと思いますので見たいと思います。モネちゃんがもっとファンになりました。また、これからライドさんの動画配信を視聴させていただきますっていうようなコメントで。で、僕それを見た時に、ああ、なるほどなと思って、多分これネットニュースになるなとか、いろんなニュースになるなと思って朝起きたら、やっぱり案の定ね、皆さんもその後見た見たなって来たんですけど、橋本環奈舞台、千と千尋の神隠しで号泣。上白石萌音からサプライズメッセージってやつですね。千と千尋の神隠しが千秋楽を迎えた。自身にとって初舞台を終え、満面の笑みでカーテンコールに登場。始まった時は、千秋楽まで長い道のりだと思っていたけど、いざ、向かってみるとあっという間で幸せな時間でしたと振り返った。で、この日の公演は当初ダブル主演の上白石萌音が出演予定だったが、先月28日に上白石が新型コロナウイルス感染を発表し、急遽橋本環奈が代役に。カーテンコールではサプライズで上白石が音声メッセージを寄せ、大千秋楽おめでとうございます。長かったのに短かったこの7ヶ月、まさに神隠しにあったようでした。最後まで試練に挑み続けた皆さん、そして最高の相棒でいてくれた環奈ちゃんと感謝。お別れは千尋のようにさっぱりといきます。みんなありがとう、お世話になりました、と語った。で、上白石萌音からの言葉に橋本は大粒の涙を流し聞き入った。橋本自身も5月に新型コロナに感染し、福岡博多座の公演で上白石萌音が代役を務めていた。萌音ちゃんの代役が決まった時にたくさん背負わせてしまうという連絡をもらった。萌音ちゃんにはたくさん助けてもらって、今日こそ私が支えるという気持ちでした。ここまで駆け抜けられてよかったと声を詰まらせた。また再演があった時にはまた皆さんに足を運んでいただきますと結び、充実の表情で幕を下ろしたですね。僕もなんかこう朝の、なんだろうな、あれノンストップかな、なんかこれで僕もうあの一瞬だけで僕ちょっとうるうるっときましたよね。いろいろもっと長かったんですよ多分ね。今すぐそこに行きたくてたまりません、いつでも、そう、今すぐそこに行きたくてたまりませんって話もしたのか。モネちゃんからたくさん背負わせてしまうね、成功させるよ、全身全霊で祈っているという言葉をもらいましたと。稽古初日からモネちゃんには本当に助けてもらってばっかりだった。今日こそ私が支えるんだという気持ちで意気込んでいたのですが、最後の最後まで助けてもらいましたと大粒の涙を流したと。この僕もちょっとうるっときたのは、カンナちゃんってそういうタイプじゃないように思えたんですよね。あんまりこう泣くような人じゃないっていうかね。なんかイメージ的にも今まで見てるとね、一人だけこうずーっとね笑ってそうな感じだったんだけど、やっぱりもう当たり前でしょうけどね、すごく背負ってたんだなってね。いろんなドラマがあってね、まさかモネちゃんがああいうことになると思わなかったんで、もう力が入れて力入ってやっと終わってよかったって安堵の感じと、あとモネちゃんのねこの言葉でね、もう全部崩れてきたんだと思うんですよね。もう大変だったと思います本当に。二つ財産を得たと振り返った。お客様の拍手や反応や感想をたくさんいただき、舞台を始める前とは全く違った考え方や学びがたくさんありました。二つ目はカンパニーのみんなです。毎日共に戦い抜いてきて、悩んだり笑い合ったり、ゼロから一を生み出すってこんな大変なことなんだと、今となっては楽しく幸せな毎日だったと話したと。いや、なんかでも僕もモネちゃんの方の配信を見て、やっぱカンパニーってすごいなと思いましたね。本当に一人だけではなくて、まあ、脚光がどうしてもね、あの座長のね主役の人に当たり気味ですけど、全員があって初めてね成立するもんだなっていうのがね感じたのと、まあ、あと結果的にモネちゃんがこういう風にね、最後の最後でね大千秋楽には出れずに声だけでっていうような参加になったんですけど、前向きに考えるとね、これはもう本当にポジティブな面で考える。モネちゃんも切り替えてポジティブになってるでしょうから、もうこれはあえて僕はポジティブに考えますが、配信見てね、結局帝国劇場の配信じゃないですか、僕らが見れたのはね。あれってもうタケル君も見てる帝国劇場だなと思うと、ポジティブに考えるとね、ああなんか結局タケル君との縁っていうんですかね、そういうのをまあ見させてもらったなって僕は思ったなってことですかね。千秋楽でねモネちゃんがガーッと突っ走って最後まで行ったところももちろん見たかったけど、
まあ、実際最後の最後で帝国劇場を見たのはタケル君と同じ風景を僕らも見させてもらったっていう面で、まあ、ちょっとこれも縁だなと前向きに考えてね、そういう風に思うかなと思ったりした次第です。まあ、そんな感じで今日もやっていきます。